こんにちは、速塾の久保です気になる男シリーズ65話になります前回64話で商品力を身につけてみようっていう形でねタカさんが動画作ってくださいましたけどもどうしても気になるのがねあのサムネイル画像に YouTube で100万円稼ぐためのね方法がプレゼントされるということで出ていたんですよねまあそれのことは今は語られなかったみたいですけども1617にしてそれがね 紐解かれるということで「あ今日なんじゃないかな」っていう風にねこの動画を見てる方は思うんじゃないかなと思いますけどもこれ何で急にプレゼントが出てきたのかなってところがねなんでだろうと思っちゃいますよね、うんまあ。特に何か問いかけがあったわけでもなくて、うんまあ、お客様っていうかね動画を視聴されてる方が「なんかプレゼントくれよ」って言われたのかどうかどうしたんだろうなと。 まあ私のように思ってる方もいるんじゃないでしょうかということでございます。それからねまあ動機はなんでプレゼントがあ急にリ,リースされたのかはもうちょっとわからないんですけどもこれは説明があると思いますけども YouTube で100万円稼ぐ方法。あなるほど。うん、これは YouTube で10年かけて100万円稼ぐ方法なのか。まあ、そんなことないですよね。それとも たった3日間で100万円稼ぎますよみたいなね魅力的なそれこそ側近の方法なのかこれも気になるじゃないですかいやそれがね多分この次の66話で紐解かれてるんじゃないかなと思いますけども私が想像するにね100万円稼ぐ方法ってのは、うん、単価客数じゃないですかだから100万円の商品を1個作ってそれを1人に売りましょうっていう方法なのかもしれないし100人集客して ま、100人集客して1万円の商品が100人全員に売れたらね、一番いいんですけども、そうはいかないんで、10人に1人1万円の商品が売れるとして、1000人のアクセスを集めて、その中の制約率10分の1で100万寄ろうとしてるのか。まあ、このぐらいの上下で考えますよね。あとはいろんな割合があったりとか、商品のラインナップが30万、5万、1万とかみたいな感じで、それぞれのバラつきで100万に行くとかね。うん。 で多分パッと思うのが月収100万だったらちょっと聞いてみたいなやってみたいなっていう方がいいんじゃないですかね、うん、でも月収100万ってそんな急にはいかないですからねだからやっぱこうどうやって売り上げを作っていいのかっていうこの設計図組み立て方みたいなのはぼやんと分かってくるんじゃないかなと思うんですよいずれにしてもやっぱ100万稼ぐ方法って魅力的じゃないですか、うん、で YouTube で100万円稼ぐっていうのはまあ例えば えー、広告収入で100万という考え方もあるし大きく分けてもう一つね、えー、YouTube の中で何がしかのセールスをしてその商品の単価が10万とか30万みたいな感じなのかなっていうところもあるんですよ、まあ、すごく興味がありますよねであのプレゼントなんですけども例えば無料プレゼントで無料で100万円稼ぐ方法がドーンと目の前にあったとしてもその100万円稼ぐ方法がいただいてそれが無料なんだけどもそれを使うのに 例えばお金がかかったりとか別売りの何がしかが必要だったりあとサポートがないと稼げないとかねいろんなパターン考えちゃいますよねとりあえずまあもらっとこうかって気持ちになる人は多いと思うんですけどもさあそこからなんですよ万、うん、万円円稼稼ぐぐ方方法法って最近目にしましまた10万円稼ぐ方とかうん私はねあの10年前このビジネスに参入した頃っていうのはすぐ稼げますみたいなメールマガジンがバシャ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 ,バシャ来てたんですよ で、メールマガジンの中の商品をクリックすると、また別のメールマガジンに自動登録されてね、なんかメルマガの嵐みたいになってたんですよね。で、どれもこれも儲かりそうな方法なんで、わあ、なんだろうなこんなにお金が稼げる方法があっていいんだろうかみたいな感じで見てたんですけども、まあでもね、ほとんどが稼げるか稼げないか分かんないまま、目の前を過ぎていったんですよ。実際にやってみたのもあるけども、何を意味してるのか分かんなかったりね。 えー、そもそもそのメールマガジンを作って当時そこにリストって言って読者さんを1万人とか集めてその後でセールスしましょうみたいな感じで確かにこれは1万人の読者さんがいたら稼げそうだけども1万人の読者さんを集める方法はどこにも語られなかったりとかねどっかで自分にできないことが要求されていたりとかいつかはできるだろうけどもいつまでかかるのか分かんなくって取り組む気にならないものがあったりとかねさまざまだったんですよね。 でもすごいそういうふうなたくさんのいわゆるおいしい話とか側近ビジネスの話とか儲かりますよ簡単ですよみたいな話がいっぱい舞い込んできて衝撃を受けてでも感謝してることが1個ありますよねでそういうふうなキャッチコピーがなければ多分私やってないんですよこのネットビジネスってもでどれもこれもがそんなにうまい話ありませんよみたいなメールマガジンとかいくらやっても稼げるのは一部だけですとかね それから高いスキルと特別な専門性が必要ですみたいなメールマージンばっかり来てたらで4期になりますかってことなんですよ。うんだから稼ぐ方法のどこを切り取って表現してるのかなとそれを情報を受け取った方は考えないといけないかなっていうところに気着いたんですよね。100万円稼ぐ方法ですよっていうふうにねパッと見えてもこの100万円稼ぐ方法ってのは自分にもできる方法なのか 初心者でも OK とは書いてあるけども初心者のままではダメなのかっていうねそういう条件付きなのかとか当たり前ですよね、うん、だからそういう風にここに誰でも100万稼げるって書いてあるんじゃないかっていう風に言い張ることは簡単なんですけどもさすがにね3040過ぎていやそういう風な思考回路では稼げないと思うんですよね確かに100万円稼ぐ方法はあるけれども自分が今までねやってこなかった克服できなかった何かを 克服することによって、それが現実的なものになるんだろうなとか。それから、実際に、自分がスキルのない状態とか、知識のない状態とか、集客力とか、商品力とか、販売力がない状態で100万っていうのは、まあ、ないよね、と。何がしかの、できないことをできるようにするから。そして、他の人ができないことを自分だけができるようになるから。だから、やっぱり、100万円っていうお金が、 誰かかののお財布から私のお財財布布ら私に移動する、ね、そういうことなんだろうなと思うんですよ。なんかねネットビジネスをやってるとなんかどっからともなくお札がヒラヒラヒラって降りてきて入って着地するようなイメージがあるんですけどそんなことはなくって私に100万入るってここことは誰かのお金がここに来てるんですよねじゃあどっかの裕福な人が私の話を聞いて私にお金を振り込んでくれるのかそれともいわゆるよくある普通の人がね何かの期待をかけて お願いしますって言って5万とか10万を払ってくださるその集合体が何人かが払ってくれて全部で100万になるとしたらやっぱりそこにお金を受け取った何しかの義務が必要になってきますよね何かサポートをしなくちゃいけないとか自分の得意分野を披露しないといけないとかそういうような仕組みに私は気づけてよかったなと思うんですよただなんとなくキャッチコピーが踊っていて儲かるって話が書いてあってあ じゃあ誰が払ったか分かんないし、どんなことを自分はさせられるのか分かんないけど儲かってよかったなっていうところばっかりがね上っついちゃうんじゃなくてこれ100万円もらえるってのは結構大変なことだよなと誰に何をするのかそれが自分にはできるのかクレームはないだろうか満足していただけるだろうかお金を払ってやられたっていう人は出ないだろうかそういうことを考えながら月収100万が稼げますみたいなところをやっぱこう開いていったりねそしてそこに書いてある文章とか。 動画とかを見ても、いや、これだけじゃなくて何か、語られてない何かを私は、プラスアルファして、自分にしかできない商品とか、アプローチとか、集客をしないと、この儲かる方法が仮に本当だとしても、誰でもできる方法だったら、みんなが参加してすぐに飽和するじゃないかと思うわけですよ。だから結局、誰でも稼げる方法って、誰もが目指してもいいけども、 何かを成し遂げなかった人には最終的に誰でもの誰でもには入りませんよってこともちゃんとこう行間を読んでね考えていくことによって落とし穴をこう見抜いていかないといけないかなと思うんですよ正確に言うと落とし穴じゃないんですよこれはねあの表現ですよキャッチコピーっていうのは商品とかサービスのすべてを 言いすすもんんでではななくててて一部を抜き出して目立つよようにやってるわけなんですよこれは当たり前ですよね。だってまずは目を目に留めてもらわないといけないからだからなんですよ。これをねなんかいろいろと例えを持ってきてどれにしようかなと思ったんですけども、うん、例えばね道路を運転していてスピードの出し過ぎに気をつけろみたいなことが標語があるとするじゃないですか。ね、でもそれを見るとあ,あ確かにな っていう風に自分のスピードを確認するでもスピードを出しすぎじゃないよ。ね、そういった人もいると思うんですよ。だからこのキャッチコピーっていうのはスピードを出しすぎた時のために注意してくださいねっていうよなメッセージであってことなんですよねだから標語っていうのはある一部分を抜き出してほとんどのドライバーさんは安,定運転で安全運転だけども一部の人はそうじゃないよねっていうことに 事故を一部の人が起こすから、だから一部の人向けにメッセージ。その一部の人っていうのは、たまに自分がなるよ。あなたがなるよっていうことなんだろうなと思うんですよ。ちょっと例えが分かりにくかったかもしれませんけども、じゃあ、インターネットビジネスでよく出てくるね、すぐに稼ぎますっていう方法ですよ。100万とか何とかじゃなくて、すぐ稼ぎますっていう方法。このすぐっていうのは、以前もお話し,しましたけども、どのくらいの期間がすぐというふうに、この人は捉えてるんだろうか。というふうに、 考えるるととちょっと冷静になれるんですよねすぐ稼げますって言ったってじゃあメール一本見て次の日には稼げたこれほんとすぐですよねでもそんなことあるわけないだろうっていうふうにまず思わないといけないですよね正常に正常な神経を持ってで仮にね月収100万を稼ぐ方法があったとしてその月収100万を稼ぐ方法にちゃんとこう取り組んでいってね たどり着くのが10年かかったとしても私はこれすぐだと思うんですよえ10年間でたった10年で月収100万になったのすぐじゃんって思いますよねじゃあ一般的な仕事会社員サラリーマンアルバイト何でもいいんですけども、うん、ハローワークや就職情報書を見てある会社に入って給料をもらいますよね10年かけて100万にたどり着きますかね30年かけて月収100万になりますかね ちょっとイメージわかないと思うんですよ多分30年40年一生懸命同じところで働き続けた人はたくさんいますけどもその結果月収100万だった人っていないと思うんですよということは10年がかりで月収100万っていうのはえそんなに早く月収100万になったのっていうふうに考えられますよねこのスピード感を持っていれば別に2年3年一生懸命一つのノウハウに取り組んできて月収100万にならなくたって 遅いいとはは思わないはずなずんですよねでも大抵の方は3ヶ月うん半年半年続ければ優秀ですよ1年かかって収入が月収2万3万だったらなんだこれやと思うわけですよそれってでもそんなもんじゃないかなと思うところも必要ですよねまた逆にですね今まで収入が上げられなかったから困っていたこう収入を上げるために副収入を考え出した 復讐の中でいろいろと選んでネットビジネスってものに出会った。ネットビジネスもいろいろあるんだけども、取り組んだ結果、なんか月収が2万3万上がったよみたいなね。すごい成功だと思うんですよ。だって今までずーっとダメだったわけでしょ。月収2万3万のプラスですらどうにもならない人生を送ってきたのに、実際に月収2万3万上がったのに、なんだこれはないでしょうってことなんですよで。まずは月収2万3万上げることが、 第一段階で、その後どうするかっていう、まだ次の課題が残されてますからね。じゃあ、ある人の塾に入りました。まあ何でもいいですよ。高さんの YouTube 大学でも何でもいいんですけども、じゃあ YouTube のね、そういった塾に入って、稼げるようになりました。とりあえず、月収が2万3万アップしました。それをこそ、あ、すげえな。 塾の効果、これはやっていけるなと思ってじゃあ次は月収を5万とか10万プラスにしたいんだけどもどういうふうにやっていきましょうかっていうふうにサポートを受けないんですよね。そうやって自分の扱える金額の力量をどん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 上げていってじゃあタカさんとの付き合いが長くなった時にねじゃあ2年とか3年とか5年とか経った時に月収があプラス30万になってますよプラス私は50万ですよってなったらものすごい成功ですよね。だからそれが生涯続くわけですから。 そうなるとタカさんのね今度 YouTube の塾とかなんとかあると思いますけどもそこに入った時にね月収がマイナスになったらちょっとクレームですよあータカさんの YouTube のなんかコンテンツ買ったらさ俺の給料がなんか減らされたよどうしてくれんだって言うんだったらクレームは分かりますけども減ることがまずないわけじゃないですかですぐに月収が増えなくても何かしらの技術は上がってるわけですよねえ、こんな パソコンの使い方があったんだ。え、YouTube にはこんな特徴があったんだ。YouTube の動画にはこんなジャンルがあったんだね。あ、自分でも YouTube の動画をアップロードして、そこに視聴者さんとかコメントがついた。感動だーみたいなね。こういった新しい世界の扉を開くのに、それなりの旅の費用がかかるのは仕方がないんじゃないかなと思うんですよ。まあ今ね。 旅割りみたいなのが、GoTo なんとかキャンペーンみたいなやつんですね。来てますけども、あれは適用されませんけども、うん、こういった情報業界をいろいろと旅をするときにね、ものすごい発見とか気づきとか自分の能力に気づくことがあると思うんですよ。それこそ宝とするべきだろうなと思いますし、これごまかしてもなんでもなくて、その向こうに実際に収入が上がったときに納得感があると思うんですよ。なぜなら、なんとなく収入が上がったんじゃなくて、あ これあれ、それができるようになった、できたからそれがお客様に認められてお客様から振り込まれたんだなってことなんですよね。何もね、YouTube という仕組みがお金を振り込んでくれるわけではないんですよ。まあシステム上そうなってますけども、広告収入とか特にね。でも、銀行口,口座に10万円入ったからといって銀行がくれたわけじゃなくて、明らかにこれは YouTube だったら、動画を見た誰かが自分のお財布から振り込んでくれてるわけですね。それは何でかっていうと、動画を発信した人の、 サービスとか価値提供に喜びを感じて感謝を感感感じじてててて謝払ってくれてるわけなんですよもしくは期待を感じてですよねこれからの動画発信そしたらもうみんな納得なんですよねでこれがだからビジネスのあるべき姿なんじゃないかなと思いますだから月収100万のプレゼントどう使うか本当あなた次第なんですよプレゼントなのに封を開けずにほっとくのもあなた次第 開けたんだけども、開けたんだけども、商品は確認したんだけども、それを使わずにしまっておくのもあなた次第。使い倒して、月収100万いきなりいけなかったけども、100万稼ごうって書いてあったんだけども、3万しか稼ぎませんでした。でもすごいですよねって言えるかどうかなんですよ。これ、もっと頑張ったら3万じゃなくて、100万いくじゃんっていうふうに自分で見出せるかどうか、そしてそのためにどうすればいいのかっていうサポートを受け始めることができる。タカさんとの縁がまた縮まるってことなんですよね。もちろん、 私から見てもねおすすめできるポイントもありますし私に何かサポートをお願いされても答えることができると思うんでなんとですねこのなんかよくわからない100万円のプレゼントなんか知んないけどおいしそうだからはいゲットだけでも私とタカさんの2人のね YouTuber のサポートが受けれることはこれで確定なんですよ実はプレゼントってのは100万円の稼げる方法そのものよりもその後ろにいる私たちのようなね 現役で稼いでいる YouTuber の縁がプレゼントなんじゃないかなと思いますけどたタカさんいかがですかね。えー、それでは本日は以上です。次の66話ですか。こちらの方も楽しみに待っててね。楽しみに待っててね。ドラえもんっ全然似てませんね。はい。大山信世でございました。いってらっしゃい。